現在一時的に弱い雨が降りました。この後午後を中心に宮城県内にもまとまった雨雲が流れ込んでくる見込みです。天気図をご覧ください。今日も昨日と同じような気圧配置が続きます。梅雨前線が東北地方に停滞し、前線上の低気圧が今夜から明日の明け方にかけて東北地方を通過していく予想なんですね。この低気圧に向かって南からのかなり暖かく湿った空気が流れ込んできますので、今日の宮城県内雨量が多くなっている北部を中心に警報級の大雨となる恐れがあります。では今日の雨の予想について整理していきますと、予想される7時間雨量は多いところで30ミリ、バケツをひっくり返したような雨です。今夜から明日の明け方にかけましては土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。今日の気温は仙台で最高気温27度くらいで、30度に届くことはありませんが、湿気が多く蒸し暑くなります。今日も念のため熱中症に注意してお過ごしください。